6月19日、朝ごはんと昼ごはん。昨日ね、米炊くの忘れとってさ、寝る前に、昼分の分がなかったんよね。バリ焦った。3日前ぐらいに、なんか夜米がない時に、やっぱり食べようかなって言った時があったと思うけど、あの時に食べんでよかったと思って、マジで。あの時食べとったら、今頃、昼ごはん抜きやったわ。危ねえと思って。というわけで、この後にね、米をね、これにね、後で米を炊いて、行くと。じゃあとりあえず食べよう。米炊きスキルをね、見せていこうと思う。今これ何もしてない米。俺もここで一回もう、ジャブジャブとするんだよ。で、ちょっと白く濁らせての、やばい。これで捨てると。だからなんか25回ぐらいやるようなのよ。もうね、もう何回か忘れたけど。まあ、適当でいいよ。自分が食べるやつやし。はい、こんな感じの漬け具合、水の淀み具合になって、でこれをここに入れてと。これぐらいでいいや。5時40分 OK。 6時、今日はね、豚塩豚、何これ、豚ネギ塩豚炒めをね作る。ネギを切ります。で、このね、大きさはあえてね、不揃いにさせることで食感を楽しむという裏隠し味があると。その早速このオリーブオイルをね、この子がね、なんか調子悪いけん、急遽、スマホのカメラ撮る。今、塩入れたの。もう完成やけどな。やっぱ塩コショウね。はい、いただきます。ちょっとカメラが壊れた。壊れたっていうか、つかなくなった、なんか。うん、硬っ。ちょっと肉も焼きすぎた。結構塩気がやばいね。でも塩分が、そもそもないですけど、量めっちゃ少な。早かったわ。ちょっとネギが。というわけで、6月19日のご飯が終わり。ちょっと歯にネギが。まあいいや、とりあえずごちそうさまでした。